楽しみです、とっても。初めての、そう、初めての武道館なんですよ。そう、楽しみ。そう、ずっとずっと、本当にずっと楽しみに、この武道館コンサートを聞いた時から本当にずっと楽しみにしてきたコンサートなので、だから3日間楽しんでいけたらいいなって思っています。ねえ、ね、まずは楽しむっていう気持ちを一番にね、3日間やっていけたらいいなと思ってます。明日来るよって買っていますか？お、来てくれますか明日？お、いっぱいだ、嬉しい。ほんと？今回ってあれないんだもんね、配信。配信ってないよね。配信の、配信ってない。配信ってあるっけ？あるんかーい。あ、VR か。あ、VR か。せやせや。せやな、VR はあるよね。普通のあの配信って感じの、そっかそっか、 VR か。ぜひね、明日現場にね来られない方とかも見に来てくれたら嬉しいな、見に来てとか見てくれたら嬉しいな。うん、お、ももちゃんのうちは作ったって、嬉しい。なんかやっぱ作ったよって言ってね、そう、あのツイッターに載せてくれたりとか DM で送ってくれたりとか、そしてうわ、みんなめっちゃ可愛いの作ってくれてるって思って、すごい嬉しいの。全部ちょうだいちょうだい、欲しい、可愛い、みんな上手だね。人生でうちは作ったことないもんし、作ってみたい。欲しいのって、いつか、いつか欲しいいつかちょうだい。大西がもしさ、いつか、まだ遠いその先、アイドルを卒業するってなったら全部プレゼントに送って実家に飾るわでもみんなに持ってて欲しいっていうのもあるよね。やっぱ持ってて、みんなに。でも嬉しいんですよね、自分のうちは。本当に。うん。そう、あれな、あの時やったかな、奈良ツアー、奈良ツアーやったかな。チーム8のね、奈良ツアーがあったんですけど、
そう、あの地元奈良でやらせてもらって、そう、その時にあの高校の友達2人来てくれてて、多分奈良ツアーの時やったと思うんだけどな、そう2人とも「ももってうちは作ってくれて、そう、それまだ実家に飾ってあるんですよね。嬉しい思い出。うん。奈良ツアーもだいぶ前やねって。ねえ、だってあれ何年前よ。大西多分高校生ではないか。高校生ではないね。でも10代。19とかやったっけ、お西。19か。お西が19歳の時、2017年。2017年やって。ってことは5年前？今2022だもんね。6年前？6年前？27、28、29、28、あれ 5年前じゃない、6年前になるの。ね、5年前だとしたら20歳だね。そうだそうだね、5年前だ。なんか20歳か、言うた20歳か、20歳じゃん。大西あん時髪の毛染めたのめっちゃ言われたな。20歳じゃん。大西わりかし言ってんじゃん。ねえ、わりかしちゃんと大人のタイミングで言って、あのね、やったんだね、ツアー。なんか言ってたねって、そう、あの奈良ツアーの時に私黒髪だったんですけど、奈良ツアーのちょっと前に茶髪に染めたんですよ。言うて茶髪よ、あの別にブリーチとかしない、あの黒髪からちょっと明るくした茶色みたいな感じだったけど、めっちゃ言われた、なんで奈良ツアーの時に茶髪にすんだよって。あったな。20歳じゃん、いいじゃないの、二十歳で髪の毛染めたって。そっか、二十歳の時じゃん。何持ってんなって、おし持つタイプだからさ、何忘れないんだよ。自分が言われて悲しかったことはね、大体覚えちゃうんですよ。そうよ、だってその後ね、ずっと金髪にしてたりさ、髪の毛めっちゃ短くしたりさ、それでも生き残った皆様、そしてそこから新たに好きになってくださった皆様、本当に本当にありがとうございます。おかげで今はお好きなように人生を生きさせていただいております。本当にありがとう。ありがとう。最近は黒で安定ですね。そうね、もう2年ぐらいはずっと黒だよね。あのちょっとこの辺をさ緑にしたりとかはあったけど、なんていうの、全体的にはずっと黒だね。うん、そう、ヒカルの語もうしないのって、ヒカルの語ヘア私結構好きだったんだけどさ、
そう、わりかし好きだったんだけど。でも今光の語にしちゃうとさ、あれなんですよ、やっぱ衣装似合わないよねっていう話で、あの久しぶりのリップグロスのあの爽やかな衣装には光の語はちょっとあれかなと。どんな髪型でもどんな髪色でもその人の自由だからねって。まあね、まあ、ぶっちゃけ言っちゃえばそうなんだけれどもさ、でもね、自分の好みがあるっていうのもさ、それはそうなのよね。黒髪で好きになった女の子が急に茶髪とかになったら、まあショックを受けるよね。ね、それはすごくね、わかる、うん、まあ人にはそれぞれ好みというものがねありますゆえ、それは仕方がないことだとは思いますが、なんかすごいこう汚れてる。そうなのよね。でもそれでまた思う思わないはまあ別よね。でそっからさ、やっぱどうしてもなんか違うってなっちゃう場合もあるとは思うしさ、それでね他の子を応援するきっかけになるっていうのもさ、もちろんそれはあれなんだけれども、そこでまたその子を攻撃するのは違うよねっていう。いや別に昔の自分をなんかかばってるわけじゃないけどねえ、そう、今すっごい他人事で話してるけどさ、私まあまあねえ、的に今好きになってくれてる方がたくさんいるのでありがたいで、言うてこんな時間か、早いね。このあとあれなんですよ、毛利さん24時59分からやったっけ。毛利さん、さよなら毛利さん、大西初めてこのあと出演する回となります。あんまり喋ってるかどうか分かんないんですけど、あの初めてそう、初めて出演させていただいております。そう、ぜひぜひ見てください。そう、ぜひ出演、そう、でも明日コンサートはあるからね、みんな明日来てくれる予定の方は夜更かしもそこそこにぜひ見てください。ABC テレビの君線番組もあるでって、あれそれも今日なの？重大発表って何か知ってるんって。青西は知ってる。そう、なんかね重大発表があるらしいからね、ぜひぜひそちらも。関西だけって、あ、そうね、あの ABC、 そうね、関西だけかもね。関東勢見れなくて泣いてるって。
あ、じゃああれじゃない、今日ど全国で見れるじゃん大西のことさよなら毛利さん、逆に関西で見れる、あれ。そうでしょ、そうでしょ、さよなら毛利さんは関東の方々に、そして TVer、 まあこちらもね全国見えるけどね。でもあの舞台君線の方は関西、大阪だけとかじゃないよね、多分関西で見れると思うので。どちらも見れないよっていう方は携帯とかでね、TVer でね見れるので、ぜひぜひ。今日はほぼほぼ全国の方々がテレビで見れるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。後で配信終わったらツイッターでお知らせしよう。もう30分、じゃあ35分になったら終わるわ。よいしょ、いいよ、よいしょ。お風呂入って寝るだけですかって。いや、ちょっとね、舞台の方の台本を覚えようかなっていう感じかな。サイド覚えるんだねって、サイドっていうかまだ覚えれてないのよ、全然頭に入ってないから。いや、ほんとセリフ量多いのよすごいのよ、やばいのよ本当に本当にまだ半分も入ってないのよ、本当に。ちょっとだから頑張ります、すごい頑張ります。精霊とか用語多いよねって。そうね、今回ねファンタジー、まあ、アニメとか原作してくださってる方は分かると思うけど、ほんと結構ファンタジーで普段使わない用語だったりとかが結構出てくるので、そうね、覚える言葉が結構難しいのと、長文系のセリフがね多いので、今回そうちょっと頑張って進めます。下の武道館にね影響は出ないぐらいにして、まあでもちょっとね舞台の方にも結構重心を置きながらちょっとやろうと思います。うん、このままだと間に合わない。そろそろいい時間なので、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。明日は朝配信かなって、そう明日朝にしようと思ったんですけど、ちょっとね明日はね夜にしようかなって、ちょっとその日のコンサートの感想とかをちょっと話したいなと思うので、ちょっと
夜にしようかなと思っております。ちょっと何時ぐらいになるかわかんない、だいぶめっちゃそんな12時過ぎるぐらい遅くはなんないと思うからあれなんですけど、まあちょっと一旦夜にしようかなと思っております。はい、ということでですね、ではランキングの方をそろそろ読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がよっちゃんとゆうももち大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がボスブラックアットマークソロモンさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が RTO アットマーク大西軍マリアさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がライオンマルさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が黒島のりこてんさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。ということでですね、ソロモン何だったんだろう、ちょっとね、ごめんね、長い名前が読めなくなっちゃったからさ。はい、ということで、ではでは今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では、明日の武道館、そしてこの後、またこの後ちょツイッターにも告知するんですけど、2つね、テレビの方に出演させていただくので、よかったら見てください。ではまたね、おやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました、お疲れ様、ゆっくり寝てね、バイバイ。